じゃあ、えー、皆さんね、あの今日はお疲れさまでした、まず、ね、ことしの,今年の、ねえー、担当試験があの結構ね、受かったもんですからあ、論文がね、どういうレベル、どういう質の問題が、まあ、出るのかね、非常に、えー、注目してたんですよ、そしてやっぱり、毛色の,の変わったね、えー、非常に変則的なね。 プロ野球に例えるならばね150キロ以上の剛、ね、速球を投げたかと思ったらね60キロぐらいのチェンジアップであの次投げてくると非常に変則的な問題、ね、でそれにあの戸惑った受験生もまたね多かったのではないかと思います、ねまあ、だからね、えー、今年の皆さんの、ね、表情を見ても神妙な面持ちだなと。 このように、えー、見て取れるなと思います、ね、去年はなんかみんな、ね、できたぞみたいな表情が多かった中今年はなんか、ね、あーどうしたんだというね <laughs> でもね皆さん、ね、あの心配することなかれこれはもう皆平等です、ね、法のもとに平等です皆さん憲法14条。ね えー、難しいもんではみんなにとって難しい、えー、従いましてもし出来は悪かったとしてもこれはどんぐりの背比べ状態ねまあだから結局上積み益4分の1をすくって、えー、必ずや合格者は出るわけですからねえー、偏差値54ねまあ,あ平均点で54いけばいいわけですからね例えばあの本当に絶対評価でねこれちょっと極端な話だけども あの35点ぐらいの点数だったとしてもです、ね、結局はあの偏差値に換算されて、ねえー、思ったよりはいい点数がつ,つくと、えー、いうことは多々ある、ね、あの去年もそうでしたけどあのもう、ね、特に女の子は、ね、もう今年はだめですと、ねまあ、泣いて、えー、相談に来る人が、ね、あの後を絶たないわけですしかし、ね、あの100%そういう人に限って受かっています。ね あの逆に「できた!」みたいな人はあの落ちてる人が多いとねそれはどうしようというとですねあの一生懸命勉強した人っていうのは自分に厳しいんですよ自分に対する評価が厳しいもんだからどうしてもあのちょっとでもねあの悔いの残るようなところがあるともうそれだけでね落ちたと思っていると節があると。そのの一方であんまり実力のない人はね えー、逆にあの、えー、幸せ者というか、ね、あの思ったよりもできたんじゃないかと思っているからああの自分では受かっているとだからそういう人に限って落ちている場合が多いいと思います、はい、さあそれではです、ね、早速ですが、えー特実ね、あの問題を見ると、えー、ちょっといいですかあああの実際見ましょうかああ、まあ、日付が、ね、書いてあります。ね、はい 平成29年5月1日ですね、あ普通にあの特許さん栄養してますで次に、あのー、これに着目してください、平成30年6月1日に、X 国においてね、ねこの X 国はくせものですね、パリ同盟特許法条約、出たぞ、ついに特許法条約ね。えー これは、ね、申し訳ない、私も、ね、出ると思ってなかったね。うん、しかし、ね、皆さんあの私の講座取ったかどうか知らないけど論文山頃という通信であの別に特許条約当たってませんよあの当たってないんだけどこういう話はしたんです。あの知ってるあの私が受かったのは平成11年なんですがその平成11年の過去問載っけてたんですよ私が受かった年。で、私が受かった年というのは条約という科目があってね なんとと何が出たと思いますえもう多分ねあの私が受けた年の論文過去問を超えるような難問は見たことないんですよ。えなんとブダペスト条約が出たんです。えあの金,金ねあのビフィズス金みたいな金の帰宅に関するブダペスト条約が出たんだよ <laughs>、ね、だからそれに比べるとまだマシじゃん特許条約。 ね、よく PLT の要請であるみたいなところでおなじみのねだからねまあそこで言ったじゃないあのそういう問題も出るかも分からんよとねでもそういう時は皆同じ条件なんだからまずは条文を探しなさいとた宝探しゲームのようにね皆さん担当でほら PCT 規則大嫌いなわけだけど、まあ、そういう時でもね根拠条文探すでしょうが、まあ、そういう感覚でもってとにかく 条文が見つかるか見つからないかもうそこで決まるんだからねうんうんであとほらここでえー、っとそういうのを聞いてるわねほらあの特許法条約の趣旨と規定に言及しつつやからね結局そのね趣旨は何なのかとはいこれはですねえー、あ皆さんあれ答案構成はもらっとるねじゃあ、えー、いいかそ,それに基づいてうんじゃあね あのもうね全部書かなくていいからこれ別にあの優先権のところをねあの詳しく言わんでいいよはいこれですはい特許条約13条括弧21から4これが出れば OK っていうかもう括弧2だけでいいと思いますね十13条括弧2で同じああねで俺いつも言ってるじゃん説問1に気合い入れすぎたら落ちるよとねだからあの、まあ、このレックの案構成非常にいいんだけどあ,のあんまり書かんでいいですよ うん、それではい次あの、趣旨ね、はい、ミドレンジャーで、うんあの、手続き面での国際的な調和ああの、手続きの負担軽減、利便性向上ね、うん、でこれはね、もちろんあの特許法条約あの、これがネタ本です、うん、特許条約というよりは、この平成27改正本、これがネタ本。 うん、青本はね、あんまり青本にどこに書いてるんだって感じでしょ、ええ、青本はいまいちです、はいもう平成27改正もちょっと見せるね、それのね、確か37ページぐらいね、ほら、ここです、ほら、特許法条約およびシンガポール条約実施のためのあ規定の整備というページがあってね、37、ほら、俺が緑で塗ったようなところがやっぱり答えに使えるわけよ。なあ でもさあの私あの、日頃言ってるじゃん、趣旨系であの困ったときはどうすればいいかと、ね、これは、まあ、口実にも生かされるんで言っておきます、ね、まず第三者の不足の不利益防止、ね、公益的検知、公平の検知、第三者の監視負担軽減、えー、権利乱用の防止、えー、国際的は <laughs> ね、手続き面の救済、ユーザーフレンドリー、大体どれか言えば当たるんですよ。で見てくださいね あの国際適所は適当にあのあのもう十中八九、ね、当たるから国際適所は実際当たってるじゃないですか、ね、だから少なくともこれは書けると思うんですよ国際適所はねそれからあの、まあ、あ利便性向上はね俺もちょっとあの知らんかったらあげきないようなあれだけどさ負担軽減とはねあの手,続きあの手続きをミスした場合の救済今回ほら期間とかの救済やろそれでも俺は丸にするけどね 皆さんの受験生の答案がね、あのもし提出された場合には、うんね、期間とかからの救済でもいいじゃないですか、別に、今回まさにそうなんだから、ね、はい、ということです。ということでね、まずあの、あれですよ、まず度肝を抜いた上で、そこでもうあっけにとらわれた人はちょっとねあの、頭の中が真っ白になってしまうわけだけども、しかしね、ここは冷静になって、ね、2位からオーソドックスな問題に戻ったじゃないですか、我に返ってくださいよ。 でまずはちょっとね、まあ、外国語免す出願とか出てきてはいますが、ね、普通にあの保証金の請求権の問題ですよ、ね、まずはね警告をしようと考えたと警告をしようと考えた、ね、この場合当該警告を可能な限り早期に行うために警告を早くしたいわけだねはいで公が取るべき特許法上の手続きは どのようなものか、ね、それからあの警告の方法、ね、この辺なんかねあの、なかなか特色あるなと、ね、ただあの、急いで警告したいんだよ、ああつまり警告のお膳立て、ね、これがもし外国を書面素顔でなければ、単純に出願公開されていることが条件になりますから、あのとりあえず出願公開の請求はね、これなんかあの1年6月たって、 でないですから全然時系列にだから出願公開の請求これが真っ先に頭にあの浮かぶ、はい、しかし外国語書面出願だ、ね、そうすると翻訳文出してないといかんねはい64条の2の知識はい以上で終わりです翻訳文と公開請求です、ね、64条の2第1項3号かねこれ語呂合わせで皆さんに教えてるじゃん俺はね普段の授業であの既公開有書か書本不定数ってやつですね で意外とここに、ね、隠し味があって皆さんあの図に載って書いてないか外国語要約書面の翻訳文まで書いた人はアウト、ね、外国語書面の翻訳文で留めておいてくれよ。ね、外国語要約書面まで図に載って書いた人はこれ、積極ミスです、はい、さあ、それではですね、えー、次です、設、ね、問3うんこれはあ,のあれですよ、担当みたいな問題ですねこれ担当の人枝みたいな問題ですよ。 はい、これは簡単に言うとですね、ちょっと俺、どっか時系列書いてねえか時系列、書いてませんね、はい。まあいいですわ、あの普通にですね、ちょっと書いてみましょうか、はい、えー、こんな感じで、こうは、A について許さ等本を受け、で4、えー、っと A があるわけですね、A というのは、色分のい色分のいですね。 そして分割出願 C をしました。あ、これはロ分のロです。はい、ロ分のロね。えー、まあ分とか書いていいんですよ。適当にね。はい。そして O2 があのー、確かその間ぐらいに、えー、ちょっとあの正確じゃないかもしれませんけど、確かこういう図だと思います。はい、H があの D というやつをしてます。はい、ロ分のロですね。はい。 そして、えー、っとなんか公開されないとか書いてありますよね、検、はいえー、出が A は公開されないんですよ、はい、ちょっと青ペンで書いておきますね、公開されないということは公開前になんか死んでしまうということですね。 だから、あのーえー、肉の2の地位なしとかメモしょくわけですよ。ねうん、公開されないということは肉の2の地位がないですよ、えー。で、その一方で分割出願はあの公開されたって書いてますわ。ねはい C、公開ですよああ、そうか、じゃあ C であの D はやられるのかと、D は C によってやられるのかと、やられませんね。結局はい 肉の2で、えー、拒絶されないんですよあ、A によっても C によってもね、はい、こういうことになる、はいえー、D はあ肉の2で拒絶されない、ねえー理由はね、理由はこれがいいんじゃない ?44 条2項、たし書きを上げとくといいんじゃないかなと思います。なぜかというと、えー、分割素顔は肉の2の因例になりませんね。えー あの下手に新規事項が追加された場合に訴求項を認めると不合理だから青本に書いてあるでしょええだから C は隠蔽にならないし A は公開されてないからこれまた隠蔽にならないということで拒絶されないね拒絶されないからまあ特許になるんじゃなかろうか黄色で塗っておきますねそんな感じですよええだから担当地区な問題だねこれうんうん 私はあの最後の悪脇で言いましたけど、担当の勉強をやっときなさいと、担当を受,かあの受けてないでしょね、去年かおととしにあの免除になった人、担当をやっときなさいと、担当チックな問題出るからと、ね、はい、じゃあ次の P に行ってみましょう、ええ、これ面白いね、これあれだよ、あのストーリーが全く変わって、打って変わってね、ええ、これあれじゃん、俺が言ってるところのね、教職受験型が出ましたね、ええ、教員職員免許じゃねえぞ。 ね、教職受験型ってやつ共同発明職務発明受ける権利ね教職受験型ね、まあ、一応的中したといえば的中してんだよあのね、サルベージファイナルとかでも教職受験型出るぞと言ってましたからねただこれね共同発明は争わなぜかというとあの誰だっけ従業員 XY はね まあ、あの共同で発明を完成させたと読めますのであの共同発明の成立要件を立ててですねあのこういう場合はあの単独こういう場合は共同とかやらなくていいです、ええね、で結局あの職務発明かどうかが、ね、あのポイントになってくるでこれは、ね、非常にあの悩ましいところが1つあるんです。ね 私でも悩むところがありますちょっとオランゲで塗らしてもらいますけどねちょっとあの超でかいオレンジの蛍光ペンでね塗らしてもらいますけどあーここですよほらあの「業務範囲に属する発明を完成させたと」とねでちょっとね皆さんアンケートこれ別にあの間違ってる間違ってないは心配せんでいいからうんいいかこれ業務範囲としか言ってないねだから業務発明であることは間違いないんだよ でもね俺に言わせるとこれ職務発明って断言できないんですよ。なぜかわかる、うんうん、だってさ従業員であることは分かってるねあの会社の例えば自動車メーカーだったら自動車の部品みたいに業務範囲に属していることは分かってるしかしそのセクション、ね、つまり職務にも属しているかどうかは仕とも言ってないんですよだからねまずあのちょっといいか手を挙げてくださいよもう業務に属するるってて書いてるから もうこれや職末名だろうつってあの断言し所はいどのぐらいおるおおそのぐらいね多数派かなじゃあ今度はやっぱりこれ業務しか言ってないからあのー、これは場合分けだということで職務か職務じゃないかで場合分け多少ああこれもいるねうん私はそっちの方が慎重だと思いますええ、あのー、ただ時間がなければ あの決め打ちしてもいいのかなと思うけど。私はやっぱりこれはね。出題者はあえて業務範囲でとどめてると思います、ええ。で、しかもこれ場合を分けつつじゃなかったっけ？そこは言ってない。うん、うん、必要な特許法あ直接行こう。ここですよ。はい、いいですか。はい、乙がから始まるこの産業が直接事項ですね。ええ。 おつが身にかかる特許戦をするために必要なあ特許上の手続きね。ああ。であのほら原使用者など貴族の定めの有無に応じてね。で受ける権利の貴族との関係に言及するやろ。はい。だからね結局あのちょっと答案構成見ますけど、えー、何がポイントになるかというとれ、ねえー、職務発明でかつ あの勤務規則があれば自動的にピッと会社に移るんですよちょっとこれ見てくださいね、はいえー、ちょっと見づらいかもしれませんがねはい胃、えー、が職務発明ちょっとここを見ますはいおつに勤務規則においてあらかじめ、えー、原子使用者等帰属の定めがある場合ねはいじゃあちょっとピンクで塗りますよ、はい、職務発明であればですねあのピット帰属するわけですよええー、ね はいということで、あのー、植末名の勤務規則の帰属の定めがあればね、おつはもう特許制はすぐできると、はいところが青レンジャーでちょっと塗りますが、えー、あの定めがなければ、これは自動的に帰属しません、えー、これはね、あのちょっとオランゲで塗りますけど、Y からね、あの努力しないといけません、努力して譲り受けないといけません。はい さこうはね、この方はあはもともと植末名規定ありますので、これはもう自動帰属ですね、35条3項、自動帰属の,の条文になってます、ねで。これは赤の四角で囲っていいですよ、共同発明は断言していいので、はい、共同発明は断言していいと思います。ねはい、でオツが Y から特許受ける権利を譲り受けるためには、ねはいあかんだイン。えー の同意を得るる必要があると、ね、自動帰属の場合には同意はいりませんよ、うん、しかし、承継帰属の場合にはあの33条3項という、ね、この隠し味が必要になってくる、ね、いいですか、そこです、ポイントは、うん、いい職務発明でかつあ職務あ発明規定がある場合には自動的にピッと移,り移るという言い方すらまずいね、原始帰属します、会社に。ええ で職務発明でない場合、あるいは職務発明であっても、勤務規則にこの原始帰属の規定がなければ、あの努力して譲り受けないといけません。で、あのかつこの333ね、相手方から同意を得ないといけない、そこが分かっていれば、これは丸になります。いいですね。はい。ということでございます。さあ、それではですね、次に、あのー、見たいと思うね、えー、次のね、問題2なんだけど。 これ、なんか面白い問題ですね。これね、問題文結構長いんだけど、スカみたいな問題,問題でね、なんか、ぱ、あ、っ、のー、と,としない問題ですよ、これ。えーあのーね、まず、説明1見ましょうか、ねえー、イトロが正しいかということなんですけどね、はい、ちょっとピンクで、えー、正しいところは塗りたいと思いますよ。もういいきなり塗り塗ますすねねこれ正しいんですよえーえー、っと、ね はいこれちょっと塗ります、河野製品 X は釣り具メーカー、A の有する特許権 P にかかる特許集めの技術的囲に属すると、ええ、それはどうしようというと、ええ、構成要件が一つ増えただけですからね、ええまあ、要するに利用,利用みたいなもんですよ、構成,構成要件というか、発明特定事項がスモール A に対して、ええ、もう一つのはスモール A プラス B でしょ、うん、だからほら、利用じゃん、利用は批判に属するからね、ええ、だからこれ、正しい。 はい、じゃあ今度はあの間違っちょるからあの青レンジャーで塗るけど、ねはい、えーえー、特許権 Q は P が登録された後に出願者長がかからず特許権として登録されたもんだからあ特許権 Q を有してればあ特許権の P があー障害となることはなく新製品 X の生産倍ができるとあ説明してるとこれはいかんねうんこれはだめでしょ、えー、いくら特許権者であってもね やっぱりほら横綱同士先輩後輩の関係があるんですよ、ねうんうん、後輩はやっぱり先輩に譲らないといけないという洗顔優位の原則ありますから、ね、72条えこれによって、えー、利用関係における抗がん特許権者の行投手の実施は制限されますからこれは間違ってますね。はいということでちょっとここもね岩ピンク、えー、ロア青で塗っておきたいと思います。はい まあ、あのレックの単行性見なくてもいいでしょう、今のはね。はい、じゃあ次、これをね、これ何、なんだこれはみたいな問題ですね。うん、皆さん、あれじゃないこ,これ、バカにしとるんか、俺たちをみたいなね。そのぐらい簡単な問題、<laughs> なんか落とし穴があるんじゃないかと俺も思ったよ。メシルさんカモスタッド事件を聞いてるのかなとあのあの思いましたよ私ね、うん。あまりにも簡単すぎるもんだから。ね あのど,こどこかで最高裁判決が出ないとおかしいなという、ね、先入観がありますよね、はい、ところがこれは別にもうあのいらないと思います、はい、じゃあよろしいですか、歯はね、これ、ピンキューで塗ってください、これ、権利感あの死ぬ前ですね、はい、あの満了がこれですからあ11月30日、ね、だから満了前はね、これ、侵害になりますよ、えー、しかしね、あの11月30日へ満了するということはね 12月1日からいくら実施しても侵害になりませんなはいだから2の販売行為は非侵害刃の製造行為は侵害ともうこれでいいじゃないですかねえなんだこれはというねサービス問題でしたはいじゃあ次はい次はねうん、うん、これもね担当チックですねこれ担当の問題で出とうとありますよこういうのがうんうんねはいじゃあいいですか えっとあのねまたっていう段落からでいいよ、うん、これはねえー、っとどうしようかな待ってくれよ、うん、とあほ特許法によれば特許権が共有であっても各共有者は当然に、ね、これがもう青レンジャーですね当然にって言われたら皆さんね担当だと大概罰にするじゃないですかねえうん、うん、はい であのオツの石のみでと,、はいえー、っと、これもね、えー、っとほら、えー、勝手にね、譲渡してはいけませんね。はい、ということで、えーまあ、両方とも抜い,いと思います、はいえー、あのこっちはほら、別段の定めが必要だからね、えー、あ別段の定めがあればですね、でレックの答案構成は、あのあのほら、正しいとやってるんですよ。 ただ私は私の個人的な見解なんですが別に別段の定めがあったらね当然にはまずいじゃんだから誤りでもいいと思いますはいえ別にあのこれさあのなんだ勝手な条件付けはするなよって書いてないじゃん問題によくありがちなうんだからそこは断言できませんので別段の定めがねあの推認できなければ、まあ、当然には正しいんだけどあのそこまで強く断言できなければ 普通の担当試験でね、担当試験で当然にっていうキーワードがくれば、必ずとか、ね大概ツなんだから、ねいいですよ、これは。ねもうあの理解は示せます。よよく分かってるな、この人はと。ねで、7三条1個は当然同意が必要だからね、おつの石のみではあの譲、ー、渡できません。誤ってると。はい。じゃあ次です。さ最後もね、な,なんかこう、パッとしない問題というかさ、ねえ。 えっとあのー、これは損害賠償請求の問題です、ほら、えー、っとね、はい、損害賠償の訴訟をしたいと、えー、ただね、一つだけネックになってるのが、はい、新製品 X の利益は、利益の額は、あのー、母に知られたくない、母っていうのは相手方ね、新会社、ええー、被告に知られたくないと。ということは、これじゃないの、結局、102条1項、2項、3項に言及しつつ、 1行はねほら自分ところの内情が相手方に知られるじゃん、ね、原告の対利益額かける上等数量だからね、うん、だから1行は罰にしてくれうんであとはいいじゃん、うん、これはだって被告の利益額をね損害額と推定する102条2項行こねこれいいじゃん別に相手方の内情を知るだけだからね自分ところの営業秘密はバレないんだから実施料相当額これもいいじゃん結局相手方の あの製品の,あの販売価格×かける譲渡数量 ×0.03 ぐらいだからねだいたい実施量相当高くて3%だから、うん、もちろんあの業界によってねパーセンテージはかか変わってくるけどねという感じですよ見てくださいここはレックでもね争いがないでしょええー、まあそんな感じですよはいということであの、まあ、私はねこれあの特実に関してはよ、うん あの多少ね特許法条約で度肝を抜かれてもあとはそんな大した問題じゃないのではないかとこのように思いますから、ねえー、あの自分ではできてないぞと思ってる人であってもあまり心配いらないんじゃないのうんあとはあのバランスだねバランスに気をつけてちゃんとその、えー、問題1と問題2がね大体、えー、いい分量的にも、えー、内容的にも質的にも。 バランスが取れてる人が合格点が取れるんじゃないかなっていう気がするよじゃないとこれ油断するとね問題にスカスカになるよこれ <laughs> スカスカ答案に、ええ、はいじゃあなんか締まる人ねどうねいいよあの皆さん意気消沈してるけどそんな中どうね大丈夫俺はこう書いたんだけどどうだみたいなおいやね勇気ある青年だ <laughs> はいはい 問題1の方で問題の2番、ちょっと待ってよ、問題1の2番って、あのあれ、共同発明、職末目、受験、教職型。先生の説明では、職末名かどうかが、いまいちそうそう、1行目で、それぞれの年を受けて、勤務時間中に。 はいはい。だからこれであの職務が入っていると、うんうん、はいはい。上司の命令を受けてるんですからね。はい。だからその指導している者も仕事をやっていると。はいはい。理解できますよね。ええ。だから私はもうそれで、はい。そこまつねとね、はい、ういう考えてもいいんじゃないかなという、ね。ああなるほどね。まあ上司の命令を受けているもんだから、これはもう職務だろうと。うん。あそういうことか。 上司の命令を受けて勤務期間中に共同で研究を行っていると。うんうん分かりました。まあそれそういうふうにまあ自然にね、あのー、こういうシチュエーションだったらおそらくもう職務だろうと。うん、でもう大半の人はそうやってあの書いてるわけだから別に私はそれは異議を唱えませんよ。ええ、ただですね、あのー、もうちょっとあの深く考えるとですねええ。 例えばその自動車メーカーであっても塗料の研究とか知る場合であってあるわけですよ。ね、そうするとある,ある,ある部署がそ,の、えー、っとそうですねじゃあ自動車のエンジン開発部門なんだけどね、えー、こういうことはあまりないかもしれないけど、うん、あのちょっとお前塗料,塗料のなんかあのことをやってくれと <laughs>、ね。だってそれエンジンの部品の部署なのに。 ね、ちょっとお前頭がいいからちょっとあの塗料のこともやっといてくれよみたいなこともねなくはないでしょだから上司の命令がその絶対的なものとは言えませんので、ええ、だから私はねあの大方の人みたいに、まあ、決め打ちした人はそれはそれでいいと思いますねその方が幸せもんなんだから、ね、でも場合分けをした人はそれなりに尊重します、ええ、だから諦めるな場合分けをした人ねはいさあ他にどうでしょうか いいほかに大丈夫うんあとねそうだね私があの気づいた点を言いますとねえー、っと問題,問題2の方でね、えー、あのやっぱりこういうところあの、ま、あの大白見せした人はちょっと危ないなという話をしますけどこう向こうには考慮するなって言ってんだからね あの向こうの公弁とは向こう審判とは各所いないと思うけど、それはもうあの残念ながらちょっと一発アウト級になります、いいですか、こういうところはもう大丈夫だと思うけどね、そういうところはあの本当に危ないですね、じゃあ,あとはどうでしょうか、え。ー 大丈夫ですかねはいじゃああと私の持ち時間1分か2分で終わりますんであの最後に言わせてください。ね、あのこれが終わってね皆さんはその普通はあの講述とか、ねえー、まあ論文とかねもう少なくともどっちかでしょう、ね、担当はもう受かった人たちなんですから、ね、それで、えー、まあ今後は、ね、いろいろとあの夏ゼミとか秋ゼミとか まあ、いろんなもんがあります口実もありりまますす口実そんな中私もあの、ねえーと「エルゼミスペシャル」という、えー、ものを、ね、あの担当いたしますんでチラシも置いてありますからね。であの、えー、合格者返金なんかもあります。ねえー、とつまり何が痛い,いかというとねあの何もやらないこれが一番怖いんですよ。で今年は特にね担当がそのいっぱいいっぱいですねあの受かりましたから。 口述で絞る可能性が大なんですね、えー、あの論文はね、4分の1受かりますから、これは。えー、結局ね、口述厳しくなると思いますよ、去年よりはね。はい、だから、あのー、結果が分かってからあ勉強をするという人は非常に危険なので、もう、あのー、気持ちを新たにね、えー、もうあ明日からとは言わんけど、もうそのぐらいの気持ちでね、望、あのー、んでほしいなと。 いうふうに思います。はい。じゃあ私の方からは以上です。ね。えー、まあ模範答案というのはね、後で多分配ると思いますから、今答案構成の段階しかね、えー、配ってませんけど。はい。じゃあそれでは終わります。私の方からね。はい。はい。えー、では私の方で総商標の解説をさせていただきたいと思います。 まずは、まあ、あの皆さんお疲れ様でした今日すごく暑い一日で、えーまあ、朝からですね大変だったと思うんですがで、まあ、またあの特許でちょっとびっくりみたいな感じで、えー、私たちもちょっとびっくりした問題が出たんですけども一生、まあ、書評はまあスタンダードだったかなというふうに考えています、えー、まず一生の方から、えー、解説をですねさせていただきたいと思いますで、えー、まず1問目なんですけども <laughs> 1>, 1行問題で40点で、えー、と事例問題というか、まあ、事例問題だけどもまあちょっと基本問題のような内容ですけども、えー、と60点という形で、えーまあ、なっています。なので、えー、と1問目の方も、まあ、ある程度ちょっとボリュームを持たせないと点数、まあ、うまくこう付き合っていけないっていうようなね感じの問題だったわけですね。 でまず、えっと、衣装法において一つの衣装として認められるものを衣装法2条、えー、その他の関係する条文に照らして説明せよで画像の衣装には言及しないものとするとあります一つの衣装というところを、まあ、ピックアップして、まあ、論点としてです、ね、聞いてるんですけど、まあ、これが問題になるというのは複数物品なんだけどもでも、えー、全体として一衣装として取り扱う、うん、複数形態なんだけども一衣装として取り扱うべき。 という考えから、まああの多分一つの衣装」という言葉が問題文に上がってきてるはずなのでそうするとまあちょっと構成を見ながらですね皆さんも考えていただきたいんですけどもまずえっと一つはまあ複数物品なんだけどでも一衣装として取り扱うというのはまあ集合物なんかがありますよね。えー、まあカルタとか あまあ要はトランプとか積み木とかですね。あ,あいった集合物、そういったことを書いてもいいかなと思います。であとはやっぱり組物ですよね。組物はえっ、ー、と複数物品なんだけども、まあなんたらセットという形で一物品一形態の一衣装というふうに捉えるので、えー、まあそのあたりが多分、えー、まあ皆さんのねあのたくさんの方が書いてこられることなんじゃないかなと。であとは複数本来で言うと複数形態なんだけどもその一連の動きを一衣装として捉えるということで動的。 上がってくる、まあ。五大特有制度の中の、まあ、あんまりメジャーではない2つが、まあ、今回ですねマスと、まあ、組物とか動的が上がってくるのかなと。でえっと、部分に関してはちょっとまあ私たちも、えっと、意見が少し割れているところではあったんですけども部分自体がまあいるのかどうなのかっていうところもあるんですがここは少なくともいらないだろうというふうに一応考えています。 えっと、成立要件別に聞いてるわけではないので、えー、これを別に書かずともいいしでむしろなななぜ部分を書くののかかっていうとところが大事なのかなとで複数の形態本来で言うと複数形態なんだけどでも一つの衣装として認められるべきということで、まあ、部分との兼ね合いで言うとあのハサミの持ち手とかあの時男側のところのいわゆるそのあの機能的一体性形態的一体性ですよね。 でそういうものがあれば、まあ、あの部分のところで実践部があの、まあ、複数あってもですね一一称と認めるべきなので、まあ、そういうことをこの中でむしろ、まあ、書いていくことが大把握としては適切なのかな。単にに一というふうふ捉えるってことであれば あんまり、ね、部分ってちょっと書きようがないというか台に沿った答えになってこないのでまあ、そういう複数物品複数形態なんだけどもでも一衣装として捉えるべきというところの台ではちょっと部分は書き方を工夫していただいた方が台に沿う回答なのかなと思います。 でまあ、頭のところで、まあ、2条その他その関係する条文に照らしてっていうことで、まあ、衣装っていうのはあの物品の美的形態で、えー、1物品1形態を1衣装というふうに捉えるのが原則なんですよっていうようなところから始まるとだからまあ答案構成にも載ってるように、まあ、原則的にっていうところで2条以降の条文。 まあ7条をあの上げるかどうかっていうことはそのまあ物品の,その区分のところですよねそういったところの,まああの範囲でもあるので7条が直接関係するわけではないんですけどもえ内容としては衣装というのは物品の,あのまあ美的外観ですねでそれはあの1物品に対する1形態を1衣装というのが 原則なんですよっていうところが入っていればここはいいのかなとでその関係でまあ複数の物品ではあるんだけどでも一物品と捉えるというところでまあ集合物の話とかそして組物の衣装でえっと複数形態ではあるんだけども一連の動きを一形態と捉えるんですよという動的っていう形であのまあ上がってくるのかなと思いますでかつてもこういうちょっとこうぼやっとした問題で えと権利行使にまあ役立つようなその制度ってどういうものありますかって2つ挙げてっていうような問題があったんですけどでその時は論点の公表にえっと関連と部分が上がっていたんですが実際受験生の方は <laughs> 組み物書いてたり動的書いてたりあと秘密書いてたりいろいろ書いていらしたんですよねでもあのどの組み合わせでも合格者あの出ててどれじゃないとダメっていうのがなかったんですよ。ですから あの今回もその書き方の問題なのかなと大ハックとしてそのどういうところがそのまあ論点かっていうと一つの衣装っていうところを問題としてるわけだからその複数物品に見えるんだけどこれは一物品と捉えるからまあ一衣装なんだよっていうところとかその書き方のところを工夫していただければまあ例えばこの問題地のところでまあ一つ二つ書いてないものがあったりとか逆にまあ自分はこういうの書いたんだけどっていうのがあるかもしれませんけどもまあ 実際その集合物の話なんかはここに出てきてないし。で部分の今言った機能的一体性とか経済的一体性の話も。あのレックのこの答案構成の段階では上がってきてないので。あの、まあ今口頭で言ったところを書いていただいて、全然いいのかなと思います。だから、これじゃないといけないという回答が、まあこの一問目に関しては。あんまりないかなというふうに考えているので、まあ皆さんもあんまりその中。 1、ね、一行問題ってそういうちょっとブラックボックスなところがあるので、まあ、あのどういうふうにねこう点数がつくかっていうのは開けてみないとわからないところであるんですけども、まあ、ただその書き方が問題なんであって何を挙げたかっていうところで、まあ、ちょっとそのレックの回答と相互していたとしてもあの問題ないっていうことは結構ありますのであまりそこをこう気落ちしたりとかあのする必要はないと思っています。 まあただちょっと40点分あるのでそこで例えば1個しか書かなかったとかそういうことであれば少し点数がうまくつかないかなというのはあるので記載量はちょっと気をつけていただいた方がいい問題だったかなと思っています、はい、ではちょっと2問目いきますねえっと2問目はデザイナー校は椅子とテーブルの双方に使用できる家具用足の衣装を創作し 衣装にかかる物品を家具用足として衣装登録受け衣装候補が発行され衣装・衣は高知になっているその衣装登録において衣装にかかる物品の説明にこの衣装は椅子の足としてもテーブルの足としても使用できると記載されてるが椅子やテーブルの図面はない。うは家具メーカー・オツに衣装・衣を提案しオツは衣装・衣に天板テーブルのジョブの板を取り付けたテーブルの衣装・ロを創作した。 ローツは衣装、炉について多様な質感の対応で保護することを検討している、でまた今後、製造・販売する衣装、を利用した椅子とテーブルで、これら足以外の具体的形状はまだ決まっていないの衣装について、製造・販売等を独占したいと考え、そのための対策を検討している。 で、オッツが取りうる出願の対応をべて示し、それらの効果について説明しよう。で、合わせて各出願の対応の登録の可否を理由とともに説明しようで、またオッツが取りうる出願以外の手段について説明しようで。ただし、関連書の登録には言及しないものとするで、なお、家具用足テーブル用天板は衣装登録の対象となる物品であり、衣装 e に係る衣装登録に無効ではないものとするなんですね。はいでえっとレックのちょっとあの。 これでえで、ー、明日とかまあこのあと出てくる全,あの全文書きのところには反映をしていただいていると思うんですがまず今回の問題で一番書くべきところはこの中の括弧3と考えています、えっと。つまり椅子の足部分またはテーブルの足部分の部分衣装についての出願ですね、うんで。今回はまずあの家具用 足、えー、っていう「い」について黄、まあ、さんの方で捜索して、まあ、実際登録も受けているという状態があるんですね。で、えー、と家具メーカーオツに黄の方から「い」を提案してでその「い」をですね実際、まあ、採用してテーブルの衣装を捜索していると。で 炉についての、えー、多様な質感の体で保護することを検討しているということとでもう1つ、リクエストとしては、えー、今後製造・販売する衣装「い」を利用した椅子とテーブル括弧が気になるようにこれらの足以外の具体的形状はまだ決まっていないわけなので、まあ、実際、そのテーブルに使う、えー、と椅子に使うということは決まっているけどもそして、の足の形状については決まっているんだけどもそれ以外のところの形状はまだ決まってませんよという描写があるわけですよね。 つまりやっぱりそのあのー、その部分を効果的にやっぱり保護しないと、まあそのまあ、この、ね、リクエストのところにも合ってこないのでそうするとやはりですね、えー、絶対書かなければいけないというところは部分衣装で,で、えー、とそれはまあ物品がテーブルの足とも椅子とも使うっていうふうにあるわけなので、えー、テーブルの まあ物品テーブルとして足部の部分衣装として取る場合とで椅子を物品として足部の部分衣装として取る場合っていうのは効力の範囲が違ってきますよね椅子とテーブルは物品がこれ昼いじですからですからどちらか一方だけで OK というわけではないのでなので部分衣装としてはえ椅子の足部分また,まあまたはというかおよびですけどもえーテーブルの足部分の部分衣装の出願。 という形で、まずはまあ部分衣装ですね。あの、他のところの形態が決まっていなくてもえ、4。要件のそのいわゆる物品というのがあのまず一つ目ありますよね。部分衣装の4要件のえっ、ー、と1つ目ですよね。一緒にかかる物品でそこが <laughs> 同じであれば、あとはまあ。 あのその実践部の話形態とかあと用途機能そして位置大きさ範囲になってくるので他のところが決まってなくてもその特徴ある部分について効果的に保護を受けておくっていうことは当然あの全体への配達権の、えーまあ、取得ということになりますので、えー、まずは、えー、椅子の足部分もしくはあもしくはとかまたはですねテーブルの足部分の部分移植についての素顔これがまず縦一。 一番最初に来るところべきところかなというふうに考えています。でその次にちょっと内容あとで言いますがその次に6ですねに、えっと、につついいててのののテーブルの全体これは「ろ、えー」についてまず多様な「出願の対応で保護したいっていうことがあ,ってる,あ,のあるわけですよね。ですからそもそももう「おつ」は「ロについて「 多様な対応で保護することを検討しているっていうもう「ーを全面的に出してきているわけなので当然「ろ」というものが一番、まあ、全体衣装として取るということが一番必要ですしでましてやその部分だけでその全体での実施権が得られるわけではありませんので、えー、自分がその いが入っている炉,ですから炉についての製造販売等を独占したいと考えているわけなので自分の実施権炉の実施権を得るためにも炉についてのテーブルの全体衣装全体衣装についての出願ですねこれがまあ次に来るかなというところです。であと「取れるか取れないか」っていうことは「可否」「可否を理由とともに」って書いてるので最終的に取れないんですけどでもまあ この中でいうと括弧1にあたりますが、家具用足ですね。まあ、これはいいですよね。家具用足 e にかかる家具用足の衣装についての出願。これはもうあの高3の方が取っていますから。当然まあこのまま出願してもえっとコーチになっているので。あ、2号ですよね。コーチになっているって言っても2号 であと球場一行で登録にならないので、まあ、取れないんですけども一応可否なので、まあ上げておくという感じですねであとはちょっと意見が分かれたところがこの「かっこ」2の、えー、と天板についての衣装で天板の部分衣装についての巣がこれがちょっとその公式館でも意見が割れてですね「かっこ」2と「かっこ」4書くべきか書かざるべきかというところで意見が割れたんです。で あの「書くべき」っていうふうに判断された先生は最後の名を書きのところに「テーブル用天板は衣装登録の対象となる物品であり」てわざわざ書いてるからだからそこが誘導に乗るべきなんじゃないのかっていうことで「まあ、書くべき」というふうに意見を述べられた,た先生もいらっしゃいます。で私はいらない派なんですけど、えっと、私の考えはまずその,あの天板部分っていうのは「 そこだけじゃあ取っったからといってこのリクエストですよ、ね、このオツのリクエストが叶えられるのかとそれと関係があるのかっていうところを考えた時にあのそもそもその形状が決まってる衣装として形状がちゃんと決まってるのは糸ロだけなので天板部っていうところだけで、まあ、例えば部分でも部品でもいいんですけど取ったところで今回のリクエストってところに結びついてこないんじゃないかな。だから 作文者の立場としてててそこ聞いてないいいなななんじゃないかううふうに私は考えてますだから私だったらそこはまあ書かないかなというふうに思ってるんですけど、まあ、ただその他の先生の意見でだったら最後のところにその物品の描写がまあいらないんじゃないかっていうのもまあ一理あるかなっていうのも思ったので、まあ、そこは書いても書かなくてもまあ大重でないことそこがあの一番主になってるわけではないので。 まあ、あのもし書いた方もあのそこは別にいいと思うしで書かなかった方もそこでなんかあのマイナスにななるってことはないとはいい思ますで次に、えっと、5のところなんですけどこれは最終的に公、まあ、師間でもいらないんじゃないかという結論に至ったんですが5と7はもう結局いらないっていうふうにあの至ったんですけど。<laughs> 5は椅を含む椅子の全全体像についての質感なんですが、ただあの問題文の中に足以外の具体的形状はまだ決まっていないってあるんですよね。うん。だからあのロのテーブルはちゃんとロを創作したってあるから。 当然全体テーブル全体の形状が決まっているので「ロに関しては全体章について取るべきっていう判断になるんですけど「イに関してはあの他の要はその足以外のところが決まってるわけではないのでですからその椅子に関して決まってないものをどうやってじゃあ全体章で出願するのかっていうところもあるから、まあ、だからいいいいらなななんじゃないのかなっていう判断に至りましたで最後の括弧7のところの組み物なんですけど。 まず、えーとまあ、レクの,この構成のところは応接家具セットってあるんですけどあの応接家具セットって椅子とテーブルじゃないんですそもそも構成物品が。うん、でましてや問題文の中にその物品名として家具用足とかテーブル用天板はちゃんと物品だっていうふうに書いてくれててで今までの本試験でも組み物が出た時にはその物品名を隠してるってこと基本ないんですよね。そのセット名探させるよようなな問題っててかつてもないんですよ でそもそも家具用セットっていうのは違うんです中身がイストテーブルじゃないんですよあのだからそもそも作ったものと違うからこれじゃないんですよねもし組み物で出すとしても。うん、であのそんな、まあ、要は紛らわしいものにするわけが基本ないので組み物は基本いらないかな。だいたいいた統一感の描写ななんかもないし 組物で取ったところで、その統一感を保護するだけのことですから。まあ、今回のリクエストにも合わないんじゃないかというところも考えました。だから基本的に5と7はいらないで、えっと必要だと考えているのは括弧3。かっこ6。かっこ1です。で、あとまあ取れるか取れないかっていうところはもちろんあるので、ちょっと今から見ていきます。で、まずかっこ3の方ですけども、これはまあ部分印象ですよね。で、まあなんでこれが必要なのかというと特徴ある足部分を取り入れた。 でも全体としては他に特徴を持たせるなどして比類似とななるるような、えー、模倣ですすねこれを防止するで、えー、そうすることで、まあ、あのもちろん全体章を取らないと独占実施できると言い切れるわけではないんですけどもただ、まあ、他の措置との,あの併用によってですねあの独占的に実施できるというような、まあ、そういう効果も見込めるので、まあ、そういうところで、まあ、部分章の出願が必要なんじゃないかということですね。ただ えっと、ががになっていいるととうことがあります要は足部が高知になっていてでそれがあのテーブルの足とか椅子の足とも、えー、使用できるというふうに書いて説明してあるわけだからそ,その要はその使用したような、ね、あの破線部を含めて部分遺書を登録あの出願したところでですね登録可能性はまあ低いんじゃないかということですねつまり三条日項ですね三条日項なんかで、えー、登録の可能性が低いんじゃないかというところがまあ。 その登録の可否も含めてってありますからそのまあ言及が必要かなと考えています。 で次に、えっと、括弧6の方ですね2つ目に書いてって言ったところはテーブルの全体礎についての出願ですが、まあ、これはま,あまさしく炉のテーブルの、えー、実施権ですよね生存販売を独占的にあのするために、まあ、23条を使ってですね、独占配達権を得るためにですね、必要だということで、まあ、登録要件として問題文の中からはあの直接的に、まあ、絶対に否定されるっていうところではないので、まあ、あのそこは、 まあね、登録権満たせばあの登録しうるみたいな感じになるかなと思います、うん、ただやっぱり医が高知になっていますよね広報で高知になってるからもちろん三条日光の問題なんかも否定はあのできないので、まあ、そういうところでどっちの方向に書いてもそこはいいかなと思います。 で次にえっと過去一ですけどこれはもうアウトですよねあの結局い、e、いが高知になっていてで全く同じものを出願しようとするわけだから三条以項二項と九条以項の問題がありますので、えー、取れませんという感じで書いてくれればいいかなと思いますこれがまず前段部分ですねであと後段部分は、えー、オツが取り得る出願以外の、えー、手段ということで。 オツさんは、衣装券の譲り受け、まあ、それ登録しないと効力が発生しないので登録、で専用実験の設定、まあ、交渉、ですね、まあ、登録ですよね、あの専用実験も登録まで必要なので、まあ、そのあたりが、えー、講談部分、またのところの回答になってくるかなというところです。衣、は、装、いえー、は以上です、でまあ、また全体の,あの回答が出れば、今、私がちょっと口頭で修正したようなところは反映されてるかと思います。 えっと次に商標に移りたいいと思いますで商標法はまず、えっと、1問目で一行問題40点、で2問目で、えっと、まあ窓プロ絡みの事例問題で60点というような問題でした。でえっと、まず1問目ですが、まあ、これは三条二項の趣旨とで、まあ、適用要件ですね、それを説明した上でというところはもう完全に一行問題ですね。 で講談部分は審査基準の三条二項の判断と、まあ、判例ですねコカ・コーラないし、えー、あとヤクルトとか、まあ、そういうところで示されたその審査基準とのそごの部分ですねをあの書いてるあの聞いてるところになりますですから三条二項の趣旨というのは三、えーまあ、条というのはまあ基本的に商標として識別力を求めた、えー、登録要件の条文なので三条一項各号の商標というのは原則として識別力がありませんよと。 ただ、えーと、3から5号に関しては使用によって自後的に、えーまあ、その識別力をですね、獲得することが経験的に認められるので、まあ、そういったあの自後的に獲得したものに対しても認めるべきだということで3条2項を規定しているという、まあ、あの一般的なことを書いてもらったらいいかなと思います。 で適用要件は対象となるのが3号から5号に限られるということとで原則的には使用商標と出願商標が同じ使用商品と出願商品が同じであとは、えー、と周知の度合いは全国的に周知、まあ、つまり著名の域に至ってないといけないというようなことを書いていただければいいかなと思います。 であと後段部分に関しては、えっとまあ、コカ・コーラとかあのヤクルトの、えー、ところですけどもまず三条日光というのは審査基準上は同一をです、ねえー、求めていますけどもただ実際ですねコカ・コーラなんかも、えー、特に立体商標の容器なんかだと必ずその商品名ブランド名が入っているのが通常ですからそれで取れないっていうのはやっぱ不合理なんですよね。 だから仮にその文字等がなかったとしたならば、えー、形状だけで識別力があると認められるようなものであればあのそれは認めるべきだというのがまあコカ・コーラの考え方だったりとかするので、まあ、取引との実情とかその周知の程度とかそういうさまざまなところを考慮してですね、えー、識別力を獲得してるんであれば、えー、まあ認めるべきだということで、まあ、答えとしては厳格に。 解するべきか否かというふうに書かれているので、まあ、解するべきではないという立場を取っていただくのが適切かなというふうに思います。まあ、論点のところですよね。ここはね。はい、で、次に問題二の方ですね。こちらの方はちょっと板書を使います。えっ、ー、と、まあ、こういう事案になりますよね。で、今年の問題、あの、全体的に。まあ、さっきの一匠もそうなんですけど。商標の二問目は特に。 担当受験者には優しかったかもしれませんが免許の方に非常に厳しかったんじゃないかなと考えていますちょっとトラップというか担当的な難しさが散りばめられた問題だったんですよねでまず1問目ちょっと問題文時間ないので、えー、と本文は読みませんけど拒絶査定の確定を免れるための法的措置です。 でこれは、まあ、あのもちろん、えー、拒絶査定まで行ってますからそれを免、えー、れるという確定を免れるためには拒絶査定不審判ですね、その請求ですね、で今回は在外者なので、なおがきでもいい、いなおがきじゃない方がいいかもしれませんけども、えーとまあ、商標管理人をあのでやるんだっていうようなことですね、まあ、指定するっていうことが、まあ、あのかけてれば、一番いいかなと思います、まあ、ただ、拒絶査定不審判の請求がマスト、マスト事項かなと思いますね。 で説問2の方なんですけどもこちらの方はえっ、ー、は1の措置を取ったことを前提としてつまり拒絶さ定て副審判を請求しているってことは、まあ、審判に継続している最中に、えー、拒絶理由1を解消する以降16号ででしたよねで、えー、それを解消するにあたっての問題の所在を述べてで日本国特許庁以外の機関に対する手続きも考慮して拒絶理由を解消するための措置を説明しようと。 で、えっと、4116ですからこれは、えっとまあ、一般には補正でやりますよね普通にあの補正で減縮をあの目的として、えー、パリさんのチョコレートに補正をすれば、まあ、簡単に解消するんですけどただマドプロではですねその、えー、拒絶流通値に対する応答期間内に え補正をするんであれば、まあ、その期間内にしなければいけないということになるので仮に拒絶立て区審判を請求し審判を継続しているときに拒絶流が来てでその音期間だったら特許庁に対しての補正でできますけども。 あの普通まあ今拒絶査定副審判を請求しても同じ理由で2回拒絶例が来るわけではないのでそうするとまあこの中で拒絶例が来てない状態で補正をしなければいけないってことになると普通に特許庁に68条の40の補正をするのではなくて事務局に対して減縮のまあいわゆる手続きをすると。 補正手続きをすするっていうののが今回の回答になりますだからその辺の要要はちょっと担当的な要素ですよねあの担当の先ほどちょっと本部の方と話したら担当の過去問だったかななんかでそういうところが一枝あったのでっていうことを言ってましたけどもちょっと細かいねって話をしたらでも担当でなんかそういう枝があったんですよっていうような話をね 返されたんでですすけど今のところいいですかね審判をもう請求して審判に継続してるからそうすると拒絶流通知に対して応答する期間内に今回は継続しないということは普通に特許庁に対する補正ではなくて事務局に対する厳粛の補正をするということが答えになると、まあ、そこが要は問題の所在なんだというここですねこれが普通に拒絶流通知が来てる段階だったらどっちでもいいんですよ。 特許所に対する補正書を出して補正をしてもいいし事務局に対してやってもいいんですよ。だけど今も拒絶理由じゃなくて拒絶さとてく審判に継続している状態だからだから事務局の方にという回答になるということですね。で次にえっと質問三ですね。えっと三の方ですけども、えー、こちらの方は拒絶理由通知に対する まあ解消措置で、まあ、4 1 1一だからオーソドックスな問題なんですけれども、えー、4 1 1一のまあ解消策いろいろありますが、えー、今回まあ見ていただくと高さんの方はパリウをかけた状態で、えー、と洗顔船登録を持っていますで大津さんの質がまあ言ったら抗がん抗登録なので、えー、この登録っていうのは4 1 1一の無効理由があるんですね。うんまあ、そこまでは多分 大丈夫かなと思うんですけど、あとそのこの問題のちょっとややこしいところが、後期分の登録料は納付されたと、で後期の登録料の、えー、納付期限は三十年の七月十日なんですよね。ちょっとききあのえっと基準日が七月一日なんだけど、納付、えー、納付期限が七月十日なんで。 とということは後期の登録料というのはそのあの前年分の5年が満了するまでに納付しなければいけないのでそうと計算すると登録日がまあ割り出せるわけですよ。よ で、そうするとこの登録日というのは25年の7月10日ってことになるので、そうするとえっと除籍期間のところで67。89。10つまり30年の7月10日でその除籍期間がまあ、来てしまうわけですよね。で、まあ今、今基準日が幸い7月1日なので間に合うのでなのでま411のところで無効 <laughs> 審判の請求っていう形になります。そういうふうにここはまあ1つ使っていくんですね。で、えっとレクの回答に上がってないんだけど、あの複数の先生から。 私もこれは皆さん書いてくるんじゃないかなと予想しているのがあと使用状態が問題,あの問題文の中から明らかになってないのでだからそこがあの絶対に。 特許庁が一義的に聞きたいかっていうと無効審判の方を聞きたいのは明らかだと思うので、まあ、仮に不使用が、ね、かけてなくてもそ,のそれだけでダメっていうことは絶対ないと思うんですけども、まあ、ただその今言ったように登録日が割り出せていて3年以上経ってることは明らかなのでそうするとやっぱり不使用を書いてくる方は多いのかなと思います。うんまあ、特にあのこの間実施したあの、ね、やあの私の実施した山手高裁私不使用不使用って言ってたので。 うん、215名参加されたんで,で論文の受験者数の大体先ほどちょっと計算したんですけど22ぐらいに当たるんですよねですからまあそれぐらいの人は書いてくるのかなとで別に道場に参加してなくても気づいたら書いてくるかなと思うので、うんまあ、他の受験生の方との,その、まあね、こう相対っていうことになるとやっぱり書いた方がいいかなというふうには判断しています。なののでで無審判で、えっと、不使用この辺が まあ最後の問題の回答じゃないかなと考えています。まあ取るべきなんでね今回取りうるじゃなくてあの取るべきっていうことでまあ無効審判が一番マストかなと考えてるんですけどね。 これが取りうるだったらやっぱり節を絶対あげてっていうふうなあの判断になるんですけどまあそうではないのでまあ取,り取るべきというところで46条だけ無効審判だけというのでもいいかなただその中で助成期間には必ず触れてほしいそうじゃないと後期の登録料の納ののの付期限までこ書いてるっていうところがわからないのでなので。 ちょっとそのあたりは書き方っていうか内容にもよってくるかな題が取れてるかどうかという判断かなというふうには思っています。もうちょっと話す方がいいですか。はいはいえっ、ー、とまあ以上ですねあの書評もこれでだいたい全体なんですけどまあ今回の問題はあの異称書評を見てまあ他の先生なんかでねちょっと感想を上げられてたのが。 商標は続き問題審判請求してでその後でみたいな感じで続き問題だったんですけど特許にしても意匠、まあ、にしても結構分断的な問題だったのでこう連動して間違うっていうようなリスクはあまりないと思うんですよね。うん、で,たで、まあ、皆さんにとってはやっぱり一つ間違えたからといって他のところでカバーしやすいぐらいの問題量は入ってたかなと思うんですよ。 だから多分ですけど「遺症の明日のです、ね」の論点の公表なんかは割とザクッと上がってきててで結局何が答えなのっていうのが分からないような論点の公表なんじゃないかなって考えてはいるんですけど、まあ、ただそういう年の方があの特に遺症法の1問目の問題なんかは何を書いても書き方によっては点数になりやすいですしで2問目のところも、まあそのね、意見がいろいろ分かれたように 組み物を書いちゃったからアウトというわけではないと思うのであのちょっと蓋を開けてみないとわからない系統の問題だったかなというふうに考えてますで商標は一転してやっぱりちょっとこう担当的な要素トラップがです、ね、そうやってこうあったので、まあ、特にその窓プロが絡むだけでもやっぱり免除の方というのは苦手意識持ちやすいと思うし、まあ、あのミスが起こりやすいですよね窓プロの問題って。 だから、まあ、そういうところで、割と多くの方が商標に関してはミスを犯してるんじゃないかなというふうに考えているので、まあ、その商標でね、もしあ、気づかなかったわっていうのがあったとしても。あまり諦めないで、あの、ね、望みを持って、後日の勉強をしていただきたいなというふうに考えています。ですか。はい、えっと、じゃあ、私の方では、これで以上になります。で、あと、佐藤先生の方に、あの、全体の総括をお願いしたいと思います。 えとこんにちは、えー、とじゃあ最後の,、ね、あの総括をちょっとしたいと思うんですけれどもうんと今年どうでした簡単かなあのね特実はうんと一般的な問題ですよねこれ、まあ、今日宮城先生もさっき言ってたと思いますけどねこれ結論を間違うとちょっとやばいかなっていう感じですね結論ですねで解けるので特実はで今年担当去例の倍以上受かってるでしょおそらくとも特実で見てるのかなっていう感じはしますねそこはね で僕は多分、合票を分けたのはこの独自だと思いますよ。で、一装商標は、正直言うと、あの、難しい。で、特に衣章は難しいです。これ。で、1問目も2問目も多分難しくてね、一装って。で、これ、ちょっとね、ネタがここにありましてね、実際上ね、<laughs> あの、一装は、あの、多分ね、基本書を読んだことないと思うんだよね。高田先生のところから実は出展がされています。で、えー、っと、 これどういうい問題だっ,たっけ、ね、一番最初のやつがね、うん、と私これずっと解いていたんですけど今日えー、っとねちょっと待ってあれ衣装だけないなえー、っと簡単に言うとあれですよね衣装ねえっと一衣装一章だっけ、まあ、どんなものですかっていうのを聞いてるではないですかねであれってあのあの改正の予定ちょっとあるのね今後ね で改正予定がありましてだから聞いてるんだと思いますよ。去年から物品とかずっと聞いてるではないですか。あれね。でそれ含めて多分聞いてるんだと思いますよ。で、マークにこれ独特なんですよ。一一書一一一書一質感って。で、九法とか九九法ではどうでしたかというと、多分これ青ふうには載っています。「工業上応用すべき物品について」って書いてるだけでありまして、昔はこれ説が割れていたんだって多分、そこまで知ってますかね。で、割れていて。で、昔はあの多物品、 ででも多物品にも出せるんんだよよねってなっててないたんですよそんな説がありましたってなっていまして世界各国は全部そうなんですよで日本が極めて珍しいんですねで3十年に日本の時に入れたんですよなぜかというと新負担の増大ねあとは別の全く無関係なところから権利行使がされてしまうってことで入れてしまったのが第7条ね誰が言ったことによって混同説が生まれたんだって話になってるんです実際はねでそういう遠隔があるんですよ でそれが今度う将来的になくなるのかなっていうところが今ちょっと議論されてるのねでそれも踏まえて多分去年から物品とかずっと出してるんではないですかそういった意味ではだから本当にもしこれこれ予備校の答案だから多分の試験に聞いてるんだったらあのス,タースタートは9法はとか99法はとかこれはどうだったかってまず書けると本当はいいんだけどね多分書けないと思うんですよ昔はあの1 1 1世間ではでなかった だというね、そういう説もあったんですで世界的にはそれが潮流であってって話になってくるのねでもそれ和30年立法によってそれだと審査が難しいとかないしは侵害が、えー、いろんなところから来ると困るんだってことで入ったんですよ奈良城ってでも日本独特だと言われてるのねでそれでどうしましょうかといって今議論されてるわけですよで多分それを聞いてるんではないかなと思いますよで本んはスタートはそこから書くべきなんですけどね本来は書くべきでありまして まあそこなんでしょうね。聞いてるところはね。うん。で、あとですね、あの、商標ね。うん。で、医師これ難しいと思いますよ。正直言って。だから、多分ね、合否は分けないと思います。相対評価でしょ。相対評価なんで、まあ、みんな悪いと思いますよ。多分解けない。多分解けないんで、あんまり関係ないかなっていう感じがしますね。まあ、特許はね、やっぱ取ってもらいたいな。担当なんで、あれはね。うん。で、商標はどうですかというと、あの商標は、 私は簡単にこれ感じたんですまあやってるのはこれだから、うん、簡単に感じたんですけどもあまず3条2項っていうところこれなぜ聞いたかいうのこれもやっぱりあるんですよ今3条2項って震災基準変わったの知ってますよねあの昨年度かな少し緩くなったのねでなんで緩くなったのですかというとあの立体商標が入ったからなんですよ立体商標が入って皆さんよく知ってるのがコーラーの容気の事件ってあるでしょあれドイツ製で緩和されてるわけでしょ 有名なものは中に入ってる中であ中に内容物が入っていてそして文字があの重複されてるっていう話になってるではないですかでも出願されたのはそうじゃなくって肯定されてるわけですよ、ね、でそういうのもまずあるわけですよで実は平面商標でもそういうもの結構ありますアズキーバーっていう事件があります、まあ、そんなものもあったんで変わったんだって話になってるのねでさらに今最近議論されてるのはこの三条理工って、まあまあ、商標関係の方ご存知かな 特に立体商標で3条2項で登録になったりしますでなってしまった後でこのその周知性がなくなったという話になるとどうなりますかってこれ問題点があるんですよあのいわゆる一般名称化してしまったってやつねそれについては今無効審判できないでしょでも立体商標の場合は残っちゃうと困りません永久権だから二生権の永久権になっちゃいますよ下手すると特に立体商標でパサンパターンあるでしょあの一つはあの なんだっけなこの、えっと、ひよこのまんじゅうみたいなやつ。あれが一番まずいんですよ。あとは容器はあまり関係ないです。そこはね。あとは広告人形ね。もうこれも関係ないんですけど、一番問題となってるのが、その、ひよこのまんじゅうみたいなやつ。あれ。あれが登録になったって話になると、永久券でしょ物品もまんじゅうでしょで、商品もまんじゅうではないですか。で、もし登録になると、反永久券がしますよね。だからそれどうやって見ていくんだって、本当は議論があるんですよ。実はね。 二個のところって、ここね。で、さらに、さっき言ったように、それで登録になりましたと。登録になって、中知が喪失しましたって言った場合、この場合に対処する仕方が今ないのねそこはね。だから、後発無効が何か入れるべきだって議論があるんですよ。だから多分聞いたのかなと思います。これはね。いはそこにあると思いますよ。実は、聞いた種、執念、主、ね、として聞いたのは、多分、まあ、聞いたのはそこではないんだけど、出した契機はそこだと思います。で、あとね、 多分これ、納富先生から話があったと思いますけど、あの、証文の、ごめんなさい、問題2の証文の括弧二2ってありますよね、括弧二2。これ、あの、許諾流通知が来ないで査定来ちゃったんでしょ、感化しちゃったんだね、許諾流通知が来てるんだったら、補正で応答できるってのは知ってますね、68条の28八かなんかにあるでしょ、条文としては、国際商標登録出願ねじゃあ、これ、もう時期としてはこれ、間に合いますよね。 で副審判はできるんだけどでででで補正できないではないいはすかでどこに対してやるんですかというと、これは実は担当の格問が実はあります。多分知らないんだよね。敵今日持ってきたんで、たまたま、えー、っと、これ自民局に限定って書けるんですよ。あの、補正限定って言い方をするんだけど、やると、自民局に登録になっているものは全部変わってしまいますので、各国のものは全部変わるんですよ。限定と。多分ね、あの、 マトプロのところは多分あまり見たことがないかもしれないけどジュネーブの方は見たことあると思いますよ。限定とか放棄とか移転ってやつね。見たことないですがいわゆる限定かけるんですよ。保線近いやつね。でそうすると全部変わってしまうんだとなっておりましてその典型的なのはこの問題ですよ。平成15年の36の4番ってこれはまあ旧ていうかまあ,まあ新種だよね入ってからの問題だけどこう書いてあるでしょ。国際商商標標登録室官が、えー、っと商標法6条1項または2項に規定する 要件を満たしていない場合に、その旨の拒絶理由の通知で指定された期間内に補正がされなかった場合、そのうち直接国際事務局に対して国際登録の対象となる商品、または駅も減粛して、その要件を満たしたとしても、その出願は前期拒絶理由によって拒絶されるというと違うんだって話になってるの、ね、で、この問題を知っていたら、多分解けたんですよ、この過去もね。で、あるいは、上のやつね、18年の20、これは5の5番って、これも同じような話になっています。 これ知知ってたらら多分解けたのねでおそらく知らないんですよ一般的にまあ実務やってる方はこれ当たり前の話なんで分かるかと思いますでもやってない方にとっては多分初めてかなと思うんですよでこの問題知ってたら多分解けたと思うんですよで講義ではこれ喋っています日本でもこの話は、うん、で68二28で対応できないときには自民局に対して限定かけると解消したっていう例が過去問に出ておりますって話をしたことあるのね、うん、でそれは出たんでしょ今回ね まあでもこれは多分ね、合否を決めたってことにならんで、ね、恐らくね、多分解けないと思います。そういった意味では。だから今年は、あの、一生の商標はこれは難しいですよ。多分合否はそこでは決まらないと思いますね。で、一番の合否を決めちゃうのは、たあの、いわゆる担当に近い論文ですよね。今年の、特実。あそこで結論を逆に書いちゃったえばです。属するとか属しないってあったじゃないですか。あれ、属しますよね。で、属しないと書いちゃうと、えってなりますよね。 多分そういうところだと思いますよ。今年はね。らそこでたぶ差がついちゃうのかなと思いますよ。だから、一見これ見ると商品もできたと思うんですよね。簡単かなと思うんだけど、よく読めばよく読むことね。規律流通知を感化して審判請求しましたと、普通ではないんでね。どういう場面かなってやっぱし考えるべきね。はい、そこですぐ補正ってやっちゃうと、テンプレートとアね。だからダメなんですね。だって受からないということになるんで、去年もそれ似たような話があったと思うんだけど、いわゆる 遺書、えっと一生警告状態で143が来ないんだってやつがあったのね、うん、で、無効審判っていう項目はこれ、上がっていたはずですよ、特許庁公表,公表論点では。でも通常、143ができないときって、無効審判でできないんですって習いません、一般的には、テンプレートだから。でも、警告状態で143ってこれ、関係なるでしょ、訴訟に対する抗弁だから、それは。そこで書いちゃうと、まずいわけですよ。去年からそういう傾向が続いてるんだよね。 今年はそこではないでですかでもあの25%ト受かる試験なんでねこの論文ってあの絶対評価ではないので偏差値54でしょ以上取れたら受かりますってなってるんであの相対評価が強みんなができなかったらあまり関係ないのねそこは平均点30点だったら50いきますからいくのであんまり関係ないねだからうんできたできないってちょっと一喜一喜しない方がいいですよ分からないんでこればっかしはね うん、たたかかんだとと思思って勉強した方が良いかなと思いなますよこの後あと残ってるのは口実で口実は、まあ、去年ぐらいからね誰も落とさなくなったような感じがしますけど分かんないからね一応試験なんで1割ぐらいはあってもおかしくはないかなと思いますからねそれ分からないのでその勉強はぜひなさっていただきたいと思います、ねまあ、希望しないがないことよねともかくね、うん、であれば、まあ、いつかは受かると思いますよ、まあ、今年受かれば一番いいけど。 でそういうことで頑張っていただきたいと思っております。総括はそんなところなんで、まあ、あの、今年難しかったのは、衣装と商標は難しかったですよと思います。で、それに対して、特区実は、やっぱしなんだろう、あの、担当が増えてしまったので、ごくちゃそこでもう一回見直したんだろうなっていう感じを受けました。でそこで間違うと、結構厳しいなっていう感じがします。結論逆に書いちゃった場合ね。筋がどうかってことよりも、結論が逆に書いちゃうと、やっぱしまずいですよ、あの手のやつはね。 まあそういうところでありますので、まあ、それを踏まえて、まあ明日からちゃんと普通に勉強してください。でではお疲れ様でした